いやでもちょっと見させてもらいましたけども、ありがとうございます。水着は初めて、雑誌のグラビアとかそういう紙媒体な形で世の中に出るのは初めてです。初めてですね。いやすごくスタイルいいですよね。もうありがとうございます。そうなんですよ、足は本当に長くてで、あのローラースケートを履かせていただいてるあのスタイリングもあってとか、それとかもすごいこうローラースケートの部分もあって、なおさらこのスタイルとあと水着のその色使いのポップさで可愛い一枚になったなと思ってて、なんかすごい、まあ、スタイリングもそうですし、メイクもカメラマンさんもすごいこう引き出してくださったっていう感じで、自分でもびっくりする写真が多かったです。あの先ほどのお気に入りの一枚は、あれはどういう理由で自分で選んだんですか？あれが、一番最初のカットだったんですよ、写真集撮影する時に。で、その王林、そのタイの寒い島、あ、タイ、はい、タイの寒い島に今回行かせてもらったんですけど、その向かったその日から本当に体調が悪くて、悪くて、なんかそのあんまりその気負ってないというか、ナチュラルな、で一番最初のカットだからすごくほとんどメイクとかもしてなくて、あのベッドの上で撮ってるんですけど、すごいこう自分の内側のものが出てる写真だなと思って、あのお気に入りにさせてもらいました。じゃあ体調が悪い顔なんですか？はい、これはもう体調が悪い、気が抜けてる顔で、それが逆になんかナチュラルな王林、なんか気負わず、あの普段通りの王林が見えてるかなと思ってお気に入りです。あ、いつも体調悪いわけないでしょ？あ、いつも体調悪くないですだけちょっとこう緊張もしてたので、初の写真集っていうので、なんかすごいいろんな環境、その体調悪いっていうのを含めていろんな環境がすごいこの一枚を引き出してくれたなっていう印象です。どうですか、自分の中の採点として今回の写真集何点？その200点満点だとしたら500点ぐらいです。500点ぐらいですか？200点満点で500点、はい、だってわざわざ200点満点ですよなんかもう自分がその最初に撮ってもらった瞬間にすごい魔法にかけられたんじゃないかっていうくらいすごい素敵な写真がいっぱいあったので、で、まあ、あの体調というか、あのなんていうか、体作りも結構頑張ったので、あの自分のベストな状態をここに詰めれたかなって思います。まあ、水着の写真も結構入ってますけども、水泳得意なんですよね、そもそも、ね、あ、実はそうなんですよ、ちっちゃい時にやってて、だから水着は着慣れてるわけですね。いや、その時は本当に布量の大変多い水着で、はい、取り組んでたので、ここまでのね、あのさらけ出しは本当人生初です。はい。布の少ないんですけど。はい、布の量が少ないんですけど、おしゃれに取れたんじゃないかなと思ってます。今年ね、まあ去年リングセ卒業して、はい、一人で活動し始めて、うん、まあいろいろな大変だとなこととか、いろんな大変なこととか嬉しいこととかあったと思うんですけども、うん、どうですか改めて。この卒業してから。ええ。でも卒業してから本当にいろんな新しいチャレンジがすごい多くて、それこそあの今年はドラマの方にも出させてもらったりとか、あとこういうモデル活動みたいなのがすごい増えたりとかしたので、で音楽活動またソロでスタートしてアパレルも始めたりっていう、その今までできなかったグループにこう注いでた時間を、あの自分のやりたいこととか青森のためみたいなところにすごいあの変えて使っていけるようになって、それがやっと卒業しての1年目は準備期間で、この今年1年がそれをやっとこう皆さんに届けれる年だったので、新たな一面がみんなに見えてたら嬉しいです。あの体のラインだとか足の長さを強調するのであれば、あの赤い水着の方が綺麗かなと思ったんですけど、ご自身ではどうですか？そうですね、私あんまその見せないでほしいんですよ本当にシンプルにその自分のそのなんだろうな、こういう水着姿とかっていうのを見せるのがすごいなんかいいのかな、こんな見せちゃってっていう気持ちがすごいあったので、表紙もちょっとあのスタイルが見えるっていうよりはもうドンってインパクトがある顔面のあの表紙を選ばさせてもらいました。
でも写真集の大半水着ですよね。そうですかね。3分の2ぐらい水着。でも結構水着多いですよね。結構水着をあのなんだろう、おしゃれに撮ってもらうっていうのを結構意識してやりました。あの自分のスタイルの強みをこう出すにはやはり水着っていう感じでこう水着に撮影臨んだのかなと思ったんですが、違いますか？違います水着はあの最初本当自分はこれは着たくないなとかっていう水着も結構あったりとかして、あのなんだろうな、タイトな服とか体のラインが見える水着じゃないようなあのスタイリングは結構やりたいなっていう気持ちはあったんですけど、なんか意外とそのおしゃれな感じであの撮っていただくから、そこを信用してじゃあこれも着てみようって言って着た水着とかもいっぱいあります。それはでも体を絞ってまでね、うん、写真集臨んだのと反対ですよね。体のラインがあまり出ないような水着。あ、でも体のラインはすっごい見えてます。布はあっても体のラインが見えるものばっかり着てると思ってます。あのご自身どこが一番こう自分の体の中で好きですか？綺麗な、もう全部好きなんですけど、なんか、お尻を今回なんか結構出してるというか、バックショットとかもすごい多くて、そのどちらかというとお尻が大きい方なので、なんかそこにコンプレックス感じる人とか、服選んであったりとかするから、そういうところにコンプレックス感じてる人とか、もう自分もお尻大きいなっていうのはあまりいい意味じゃなく捉えてた時期もあったので、なんかその、 あのお尻のお尻を鍛えるのもすごい頑張ったので、あげれるようにそこかな。オリが好きなのは今回の写真集のオリがお尻。そうですね、お尻というか、まあ、このポップな色使いの写真集、すごい今のオリンっぽい、このなんだろうな、大人っぽいっていうよりは、なんかすごいこうおしゃれな感じで撮らせてもらった写真集っていうのが自分の中でお気に入りの点です。